企喺淡路岛凄美嘅夕阳美景下，切洋葱之后留下嘅泪珠，滨口文子凭住呢一份洋葱之美，以31922票打低咗其余五位年轻貌美嘅佳丽，全民票选成为洋葱一美人。记者专程远赴淡路岛揾呢一位美人，美人见小姬诚意拳拳，佢应承喊一次俾苹果嘅读者睇啊！但系原来呢滴洋葱泪得嚟不易，一嚟淡路岛洋葱出名味甜辛辣感少，二嚟風や坂あんまり出へんで。好犀利喎！咁直接，咁唔得喎，好直接唔得喎。好氣，啊，これぐらいでしょうがないわ。哦，有啦，真的真的。點解要打得閒啊？好凍啊！欲しいのがよ、涙出るわな。めっちゃ痛いです、こっち。私は、生まれは、あの今の現住所は南アジシ、松穂西の浜口文子です。80歳、まあ、79歳ですけどな。そやけど、もう誕生日住んでますので、もう80歳です。淡路岛年产洋葱近100,000吨，产量是全日本排行第三，更加因为肉厚味甜而闻名全国。文子赢了的洋葱一美人比赛就是一个地区宣传的企划，用切洋葱流眼泪来到比赛，不分年龄，重点就是要喊得够靓。この試合参加する前は浜口さんは自分に美人だという自信があったから参加されたんです。そんなことないです。もうあの農家のおばあさんで、そんな美人にあの優勝するや思いませんでした。それはな、やっぱりあの玉ねぎをずっとあのもう生のスライスしたり、毎日玉ねぎを食べてるおかげで、あの血のサラサラとか、やっぱりあの血管の具合はやっぱり玉ねぎ食べてるせいかなと思います。佢真系冇呃你噶，你睇下佢屋企呢度系洋葱，嗰度又系洋葱，随手啊都可以攞一箱出嚟啊！我的倉庫にも置いとる。スライスやら、もう玉ねぎ使わん日がありません。毎日だいたいあの2個かな。文子话佢最中意将新鲜嘅洋葱切开。洋葱下面晾一对筷子，咁就唔会切断洋葱啦。将洋葱放入微波炉加热3分钟，放上木耳丝同埋醋，咁就可以整成文子最中意食嘅洋葱花啦。文子之所以会赢，梗系唔止因为佢嘅美食啦。选民系欣赏佢系唯一一位一生都喺度种植洋葱而努力嘅佳丽。我仕事はもうあの。生まれたところも農家で、玉ねぎ昔からでも少し玉ねぎ作って、結婚したこの今のところも農家に嫁いできました。玉ねぎはな、私もうこっち嫁いだんが22歳やから、もうあの今は息子にあの何ですか、いやもう体調崩したもんやから、もう自分の体だけ医者に行ったり、それまではもうあのこうなる2、3年前まではもうそれからあの体調崩して、今は全然農家をしてません。もうその息子をあの会社行き持って、で私の代わり娘が嫁いだ娘が毎日来て出勤して、それであの私の代わりをしてくれて。文子嘅得奖感言系：做咗洋葱已经几十年啦，我衷心咁希望我嘅仔可以继续做洋葱好长好长嘅时间，无时无刻都心系洋葱，所以文子呢一位洋葱美人确实系当之无愧。